横浜 F ・マリノスの FW 宮市亮31は16日、ハリー・キューウェル監督45の電撃的な解任発表についてヤフーで知った、噂と思っていた、と驚きを隠せなかった。写真、解任されたキューウェル監督と後任のハッチンソン暫定監督。横須賀市内での練習後に対応。監督解任については、サッカー界は責任を取るのが監督の立場。悲しい、と感想を口にした。出場機会も与えられてきただけに、勝たせられる試合もあったので自分も責任を感じてます、と続けた。次戦は20日の FC 町田ゼルビア戦、国立競技場、となる。また試合があるのでチーム一丸で前を向いてやっていきたい。雰囲気を前向きに、すぐ試合はやってくる。今日の練習も前向きで、いい初日だった。自分たちのサッカーがどれだけできるか、と切り替えるように言った。キューウェル監督は今年1月に就任し、アジアチャンピオンズリーグ、ACL で準優勝という実績を残したが、その反動から大会終了後からチームは下降線をたどり、リーグ戦で4連敗を喫するなどチーム状態は最悪だった。後任にはジョン・ハッチンソンヘッド